カストロ・ステファンズ・カップリングは、銅、アセチリドとハロゲンカ・アリールから二基地間ある菌とハロゲンカ銅を形成するクロスカップリング反応である。この反応は1963年にカストロとステファンズによって発見され、有機化合物の有機合成に使われている。反応は、ハロゲンカ・アリールとシアン化銅との間のローゼン分とホンブラウン合成に似ている。また、 1973年には、パラジウム触媒の負荷及び因質で、有機同化合物を生成させるその糖カップリングへ改良されている。代表的な反応例に、ピリジンを還流させ、ヨードベンゼンとフェニルアセチレンの銅、アセチリドをカップリングさせて、ジフェニルアセチレンを合成するものがある。The Substitution of Aril y o d i s with Cupris アシート・ルイズ、A ・シンセシス・オブ・タレインズ・アンド・ヘタ・サイクリックス、R ・ D ・ステファンズ・アンド・ C ・ E ・カストロ・ J ・ O ・ R ・ G、ケン、1963-28ピアニッシモ3313から3315、ドイ、10.1021、常10 01047A008DC、ウスリアンド・ C ・ E ・カストロ、オーガニック・シンソシス、コール、ボリューム6、P916 ボリューム52、 P128 リンク。ありがとうございます。